はい今回は断捨離の効果と運気のまあ関係についてというお話をしていこうと思いますので、えー、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まああのリスナー様もこの断捨離とかっていう話をね聞いたことがあるししたこともある方がいらっしゃると思うんですが。 これっていうのはですね、まあ、結構何て言うのかな一般的に言われていることもそうなんですけど、えー、まあその具体的なものとですね裏側にあるちょっと別の抽象的な話っていうことで、まあ、何かしらのお役に立てればと思いますので、まあ、真面目にお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います。 あのまずですねその人間心理のあの問題とかっていうのもありますしその、ね、実際生活していくっていうこともあるんですけどやはりあのまあ、部屋とかまあ、住んでる家とかの中にあのいろんなものがあるとですねさまざまなこのものに、えー、まあ何て言うのかな空間を取られてまあ狭さを感じるとかっていうのもあると思うんですよ。でまあ 人間のまあその心理ということで何かを買った時にですね、まあ、この商品をいつか使うんじゃないかとかねそれ捨てるのはもったいないしまあ、損をするんじゃないかとか、まあ、人間は損をしたくないっていうその心理があるんで、まあ、そういったことがあるんですがここにですねこの世の中の構造っていうのがありまして、まあ、そのああのまあ、自分がね買った商品が、えー、この世の中のまあマーケティングっていうもの に仕掛けられたものである可能性があるんですよ自分では必要だと思って買ったつもりがですね実は本当には必要でない、えー、ものである可能性があり、えー、まあそのうまいことわからないなマーケティングの、えー、からくりに、えー、まあ踊らされて買った可能性があるんですねがその自分で本当に欲しいとかではなくそのね、えー 他人の目に対して持っているといい,い,いんではないかとかそういったもので買ったものっていうのは、えー、自分が本当に必要としていないんで持っていたところで使わないんですよで。そういったものがどん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 増えると、まあ、物理的にも心理的にも、まあ、あの圧迫されるっていう、まあ、そういったことで、えー、そういったところからあ脱却っていうか、まあ、するとかまあ実際そうではなくても、まあ、今回のお話をあの聞いていただいて、まあ、何か一つでも。 まあ、参考に、えー、学んでいただけるものが、えー、あれば、えー、と思います。でよくこの話で聞くまずことがあるんですけれどもあの断捨離して、ねえーまあ、運気が上がったとかっていう話なんですが。 これの話っていうのも結構よくあのありがちな話でですね、まあ、引っ越したことによって、えーまあ、この運気が上がるとかっていうんですよで、この引っ越したときっていうのはね、えー、引っ越すのにお金がのかなかあるんで、不要なもの、それまで、えーまあ、どうしようかなと思ったものを処分して、えー、それでですね、えー、こう運気が上がっていく、運が良くなっていくっていうことなんで、まあ、それはもっともだなと思うんですよ。ただ あの引っ越すっていうのはお金がかかりますし、ね、その例えば家を持っている方だと引っ,越す引っ越すのも難しいじゃないですかでそういう現実的ではない部分もあるんですが引っ越ししなくてもです、ねまあ、運が良くなるあるいはです、ね、効果が得られる断捨離の効果が得られるという、まあ、そういった話を、えー、ここからか考えていきますね。 うん、まああの断捨離するとあのまあ、効果が得られるっていうまあそういう話なんですよ、引っ越しえしなくてもね、だそれが先ほど言いましたけれども、まあ部屋の中をきれいにすることなんですよ、不要なものを捨ててね、まあ、特にあのまあ、安いって言ったら失礼ですけど、まあ、使うかなと思って買って、えー、実は使わない、ね、100円の,の均一のものとかであったり、でそういったものをあの捨てることによって、ですね、まあ、部屋をきれいにすることによって、えー、まあ、それ自分の気分が良くなって、えーまあここ 心が軽くなって、まあ部屋が綺麗になって、えー、前向きになって、でまあまあ、自分のこのなんていうですか、頭の中をこううまく整理することができると、だからあこれっていうのは効果が得られますよねっていうことなんですよ。でこの断捨離とかっていう言葉をよく聞くんですが、これのですねおそらく本当の、えー、ところなんですが、表向きはですね。 そのいらないものを捨てるとか、えー、ね不要なものを、えー、処分するとかそういった話なんですが、えー、そういうまあものを捨てることによって何を、えー、これは意図してる示唆してるのかっていうとなんですよだから先ほど言いましたけど自分はなぜ、えー、今までこういったものを持っていたのかと手放さずに捨てずにいたのかと実はそれっていうのは本当に必要だったものなのかっていうことをその考えることが、えー、必要っていうかまあ大切っていうことです。別にそのものもがど,どう 捨てる、捨てないっていうのもあるんですが、その、まあ、考えるっていうか、うんまあ、そういったことなんですよ。だから、具体的には断捨離って言って、物を捨てるっていうことなんですが、その裏側にある抽象的な話なんですが、えー、物をなぜ残あの捨てずにいたのかとか、なぜ物を買ったのかとか、まあ、僕は今回お伝えさせていただいているのは、まあ、ちょっとね、えーまあ、難しい話ではあるんでしょうけど、その抽象的な、まあ、言うなれば、まあ、自問自答とかっていうことです。だから、その例えば、えー100、100円均一で買ったね、えー まあその安いものを全く使わないえなぜそれを捨てないのかとでまあ、女性のリスナーの方であれば、えー、洋服着ないものをなぜ捨てないのかとかねあとまあ,あ 全然読まない方なぜし捨てないのかと。いつか使おうとかって言うんですけど、いつか使おうって言って、ずっとそこに置いてあるものっていうのは、多分いつまでも使わないっていうこととも同じなんですよ。でそして、それにあの気が付くことが大事なんですね。これはなんでそんなことを言ってるのかっていうと、まあその自分にとっての問いかけであるからです自問自答って。まあ,あ、言い方がちょっと正しいかわかりませんけど、ある人にとってはね、えー、例えばその大したことがな,ないものでも、別の人にとってそれは、あのね、えね、ー。 何も何事にも買いがたいものであったりある人にとっては、えー、何事にも買いがたいものが他の人にとっては、えーね、さほど大切ではないものっていうことがあるんでそういうことっていうのは別にあの他人目線ではないんですよあの他人がどう思うとかではなく自分がどう思うかあの自問自答ってねだからこの断捨離することによってあの自問自答それでまあ自分の意識を、えー、内側から変えていくっていう、えーまあ、そういった、えー、ことだと思いますだから物を捨てるとか断捨離するとかっていうそういうのは具体的な話だって自って 自分自身と向き合うっていう。まあ、そういったことですね。で、まあ、あの皆様がいつも聞いていただいてるんで、まあ、ちょっと役に立てればなとあの思うんですけど。 まあ幸せになるとかね、まあ、そういった話ですがこの断捨離の効果っていうのはえ幸せにつながっていくっていうそういった話なんですよこれもあの聞いたらあ、まあ、そうかなと、まあ、そうですねと思っていただけるかもしれないんですが、まあ、人間心理っていうかあ、まあ、そのなんていうのかな、うんまあ、物事のえ心理なんですよ、うん、でな何かを得るっていうのは何かを得るイコール何かを手放すと同じなんですよね うん、で例えば心の状態とかもそうなんですよその断捨離っていうあのも,ものを言ってますけど具体的なものを捨てる捨てないとかって言,言いますけどあの心の状態を良くするっていうことはね心の中に、えーまあ、入ってるモヤモヤってものを、まあ、外に吐き出すっていうことなんですよ。うん、で、えー よくね、まあ、皆さんもそう思われるかもしれないんですが何かこう新しいことを目指す新しいことをする別に僕もそう思うんですよでまあこの話なんで真面目にしてるつもりなんですけど何か新しいことをするっていうのもそうなんですがそれと同じにですね、えー、今まで、えー、もう必要のないものを、まあ、手放すとか捨てるとかそういったことなんですよ人間のあのー、真面目な構造の話だって 手放したところにスペースが空きますのでそこに何か新しいものが入ってくるってことなんですよ。で新しいものを得たいとか何か得たいとかって言ってもね、詰まってる状態ではもうそれ以上入らない、受け入れることができないんですよ。でそういった意味でもあのこの、まあ、断捨離でも、まあ、な何でもですけど、まあ、皆さんが何かをされるときに、えーまあ、大切な考え方っていうのも失礼ですが、うん、そうかなと思うんですよ。だから何かをするっていうのは大事なことなんですよ。でも何かをするっていうのはイコール何かをやめるっていうそういったことと同じ意味。 であるっていうことも、えーまあ、言われてますしね。で僕もそう思うんですよ。何かをやめる、何かを捨てることによって、そこに空いたものができて、そこに何かが入ることができる別のものをね。だからもう分かりませんけどね、まあ、部屋でも、まあ、自分の中でもパンパンにね、あの詰まったら、もう何も新しいものなど入らないじゃないですか。で、ここでですね、まあ大きな。 考え方っていうか、えー、ちょっとまあなんていうのかなか壁っていうかで出てくるんですけどねそのまあ部屋でもそうですけど自分のでも自分の中からでもそうですか何か捨てるっていうことはまあ勇気が、えー、いるんですよただ何か捨てないと何か入ってこないんですよね、うん、だこういうことが、えー、おそらくねこの断捨離の話の裏側にあるんですよであんまり難しい話をちょっとして,し,てしたつもりなんで、えー、まあ役に、えー、立っていただければと思うんですがまあこういった話をあんまり聞かれることもないかもしれないんで何か のご参考に一つでもなっていただければと思いましたので、えー、今回お伝えしてみました。まあ、あの前ですね、断捨離についてということを伺うかがわ、あのまあ、聞かれたことがあったんですけど、まあ、その聞かれた時にはですね、うまく答えられなかったんですが、まあ、それをちょっと考えて、このようなことだったんじゃないかと思うことということでお伝えさせていただきました。ということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。